プロ野球パリーグ順位表。今日はホームランフェスディアロ絶対 NPB やってるわ。今日はアチアチナの方間変わったのかわからんレベルで飛んでたわ。1位ソフトバンク貯金6。あかん、ソフトバンク優勝してまうがい。ホークスはいつ中継ぎ抑えの再編成に踏み切るかやな。オスナは状態悪いのは悪いけど、あれが何ヶ月も続かんやろ。山川の打点がすごすぎる。山川20打点超えと勝つよすぎるやろ。73打席で得点圏打線32と回遊異常事態やからな。今宮が強すぎてクリーンアップにチャンスが来まくる。栗原はそこを成したけど、岡は話にならんね。相変わらず近藤すげえな。近藤怖いです。はい、明日でもエネロが確変かどうかわかる。明日東とプリンセス若月屋で点取れなそう。2位ロッテゲーム差に。ロッテが2位なんか。ついにロッテが優勝するのか。ロッテは西武戦でいい投手つぎ込みすぎたな。ベンツ6回からフラフラになるから中継ぎ使う数多くなってま。ベンツは100球チャレンジそろそろ解禁するべきだな。リットが登板するたびにやらかしてるな。横山満塁策は謎やったな。そこ三振でも万波やろう。強いて言うなら1点3塁で軍事勝負やったな。明日おじまでリードしたら勝ちか。どんどんつぎ込むんかな。明日の北山って打てるんかな。3位日本ハムゲーム差 0.5。ハムイクラスいけそうかな。ハムは終盤に点取れるようになってきたな。軍事が勝負強いハムには珍しいタイプ。ハムはレイエス当たってきたな。レイエスは完全復調だね。水野も復活。万波バントでやじられたのくさ。タミヤは確変が終わってきたな。タミヤ低めの外に弱いことがバレた。ハムの打てる捕手はリードうまいよな。明日の北山は今年めっちゃ三振取れるしか期待な。4位オリックスゲーム最中。誰やオリさん温めたの。逆転クリニックさんが大体温めてる犯人やぞ。オリさん開幕直後は冷えてたのにアチアチになってて怖いわ。坂さんの強力打線と打ち合えたのを見ると本格的な復調を感じる。オリは頓宮がすごいな。頓宮さん完全覚醒。セレイのひたすら宮森がええやん。今日はペータが発出と思ってなかなかありえんな。前山下は制球がほんまひどかった。明日の先発アズマには長く放ってもらわんとな。5位セーブゲーム最中。セーブ連敗脱出か。カイノはもう勝ちパ無理そう。カイノはもともとこういう感じのピッチャーやからね。カイノは甲府町の名に激しいから。今井こそ連敗を止めるエースやな。7回はしびれた。セーブはやっと打線の形が見えてきたの。しばらく固定してほしいな。今日は特大の岸村が出た。岸はしばらく固定してて良さそう。優勢も調子いい。明日は隅田里俊也の左の K で料理してやろうぜ。6位楽天ゲーム最中。最近の楽天は地味にヤバくないか。楽天はエース早川でこの3乗だからいよいよヤバいな。まあ早川は崩れても7回まで投げるのはさすがだわ。早川が捕手変わってから抑えられるようになったとか言ってるのが悲しい。太田はさすがに詰められすぎや。結局大地を超える若手って出てこないよな。明日は滝中宇で明後日は藤井。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。